ボンディは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン、パリ郊外北東部に位置し、ポルトドパンタンから約9キロメートルの地点である。かつてボンディは、現在も残るボンディの森に覆われていた。森は長い間、山賊が出没する場所として知られていた。7世紀、現在のボンディにあった村は、ベニナカの名で呼ばれていた。2005年に、 ボンディ中心部の境界近辺で発掘調査が行われ、ローマ帝国時代から14世紀までの墓1000箇所が発見された。メロビング長期の墓としては国内有数の規模である。これらの墓の一部からは数少ない工芸品としてスクラマサクスや骨でできた美しいプレートが発見されて考古学者を驚かせた。なぜならメロビング長期の墓には通常は ガラス製の宝飾品、武器、衣服の残り、神への多様な捧げ物が数多く含まれているからで、ある。カロリング長期には、神への捧げ物だけが、異教崇拝に当たるとして教会に禁止された。全体的に、この時代の人々は食物に不自由することなく、健康体で、彼らの多くが戦闘で命を落としたと見られると、研究が発表されている。 ネクロポリスの最下層にあたる場所の墓地は3世紀から4世紀のものであった。これらの墓は信仰の混合を示している。墓には何の目印もない。関心を引く点としては、子供が埋葬された墓がなかったことである。11世紀、ボンディはサンマルタンイコールデイコールシャン修道院が所有した。13世紀にはこの地にハンセン病療養所が作られた。 1814年3月30日から31日に、かけ、起きた、パリの戦いでは、ロシア皇帝アレクサンドル一世と、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム三世がボンディに本営を置いた。1905年、レパビオンスイコールボアが、ボンディより分離して、コミューンとなった。1960年代、パリのベッドタウン化したことと、コミューン北部にできた。 低所得者用住宅のおかげでボンディの人口は2倍に増えた。多くの低所得者、特に北アフリカ移民やサハライナンのアフリカ移民が移住してきた。ありがとうございます。